おそらく、うん、そう、残念な気持ちになるよね、ちょっと、うん、だから、あの、呼ばれても行かなかったっていうのもあり、もうちょっとな、うん、もうあんま好きじゃないしね、うん、釈迦教特に、うん、子供が多いね。うちのリスナーがまあ絡んでほしいとかってそうやって言うのであれば、でもそんなこともあんまないしな、うん、そんな停電になるぐらいひどいの、うん、まあいいよアンチは、うん、だって昨日リアトツした人ってアンチのコメントが面白いとかなんか言ってたな。それがちょっと意味が分かんないけど、一生懸命俺が叩かれててそれでも頑張ってるのがいいっていうね、囲いさんもいるし、アンチにめげずにね、うん、それはそれでいいですよ、うん、あ、コービーだし、誰か救世主いないかな、うん、パスポート赤色だよ、赤、うん、赤で赤、しーちゃんいらっしゃい、うん、よかったら一つでもいいので応援してください。つか明日まで、もしかしたら今日何日、あれ明後日まで、今日何日、今日9日 ?8 日 ?8 日か、今日。もう何回な、明日、明後日まであるの。はぁ、長いな。いつも思うけど。ね、ねむねむ。ねむねむ大先生、貯金いくらあるの？そこ興味ある。うん、爆投げ師の。現状みたいな。2000万ある？もう、即答だったね、うん。で、僕、本当になくて、あの、フワッチポイント使ってるんだよ。うん、2000万か、うん。おいくつですか？ねむねむ大先生。ね。おいくつですか？いや、先月はね、あの、ソウさんとマチャンっていう男リスナーいたんだけど、もうブーちゃんに流れてるし、あ、33、同い年ですね、奇遇ですね大先生、これはこれは偶然ですね、何かのご縁でしょうか、うん、奇遇ですね。ねむねむさんは僕のね、やっぱ監視っていうか、ねむねむさんへの興味がすごくて、養父のとこにもいたし、よっさんのとこにもいたし、でもコメントをやっぱ読まれなくてすぐ飽きて出ていくっていう傾向が強いので、まあがっつりね僕と絡んでもらったら、え、そうさんもだって来なくなったじゃん、まあちゃんなんか向こうのかっこいいじゃん、男って本当に嫌だ、結局女が好きなのかって、ね、でそうやって思っちゃうよね、ゼロワン応援してるっつって言ったのに女に流れてくんだから、うん、僕はね、あの、なんつうのかな、コメントは読むよ、読めるんだよ、だってタヌキなんてほっときゃいいんだから、ああ見てるけど通常は絶対読むよ。ほぼほぼ読むんだよ、通常は。僕はね、心がけてるのは。で、舞台だし。うん。だから、なんつうのかな。うん。半日？だからバランスが取れていい、うん。ちゃんと僕のリスナーは通常でコメントしてもらったらちゃんと読むんだから。うん。まあ、ポニキありがとう。
タヌキなのかな、別に読まなくて。だからタヌキはチェイだし、コメントさばけないよなとか読んでねえんだよ別に。中にはね、タヌキでもね、優しいコメントする人いるけど、あ、上手、ブロックされた。まあ長いわな。だからね、ちょっとネムネムさんがね、2000万あるんでしょ、おゆきパイだし。ネムネムさんが2000万あるから、まあ、2000万、20分の1をね、ちょっとまあ、ちょっと100万なんて無理だわな、そりゃ。ほんとね、そのラインだし、こんばんは。難しいな。お、ミルキー。あっちあっちいらっしゃい。みんなお仕事かなんか終わったの？いらっしゃい。こんばんは。ね。俺ね、僕って一人称になったのはね、俺ってなんか偉そうじゃん。例えば会社の上司の人も僕って言うでしょ。まあ大人になれば私って言うんだろうけど、そういう部分に接してるからだよ。ですなさん。丸子いらっしゃい。そういうので一人称が僕になってる。こんばんは。俺まあ会社員の時あったけど、その上司の人には僕って一人称使ってたからね。いつの間にか俺っつってたけど、まあ俺様すぎてもダメだなと思って、まあ僕になったよ、自然と。だから言葉遣いも綺麗になったよ。昔もっとひどかったから。デビューの時とかすげえオラオラだったから。でもダメなんです、やっぱリスナーさんにね、偉そうにしたらダメなんですよ。まあアンチコメントには偉そうにするけど、こうやって来てくれたらね、感謝してしないと。そうやん、仲良くないけど仲悪くもないけど、彼女が僕が配信に行ったことを割り切れるんだったら別に普通に接しれるけど、陰ながらか堂々と応援してほしいな。ネムネム大先生、貯金が2000万ある33歳。まあ覚えたわ。ブーはもう好きとかないけど、もう今嫌いになりつつあるね、調子に乗ってるから。まあまあ頑張ってほしいから、まあ僕それしかいい子だったって言ってるじゃん。だから頑張ってほしいよ。だからあんまり話題出さないでよ。4万差よっしゃー。可愛いし性格いいから付き合ったんだよ。女なんか作らないって俺宣言してたから、それでも付き合うっていうのはやっぱり自分もよく見えたし、こいつだったら一緒に配信してやろうかなと思って、約ね2ヶ月喧嘩して別れて付き合ってて復縁を繰り返しながら、もう終わったんだよ。終わったからもういいの。短かったけど、本当だったらもっとずっと仲良くしたかったけど、僕が配信してる以上、あ、ケピ幸せにできないから、もうこれはね、もう結論出てるんだよ。10回ありがとうね。僕配信やめなきゃ幸せにできないから、もうこれね結論出てるから、無理。で、一つ可能性があるのが、僕がふわっちでもうもうよっぽどじゃないと崩れない地位を築いた時に幸せにできるかもしれないけど、今ごときの実力じゃね、一人で200人ぐらいしか来ないような過疎主だとやっぱ無理ですよ。やっぱり無理、諦めた方がいい。恋愛なんかしてる暇がないですから。はい、そうですよね。
だから僕が今すべきことは配信をやっぱ頑張んないと、うん、この結果っていうのがね、残酷にも数字として出てくるわけですから、こちらをねやっぱ挽回して、一人ではねやっぱ弱いから、そこもやっぱなんつうのか、挽回していかないと先がないんですよ。あ、10回ありがとうございます。僕はね分かってるから、自分の置かれてる状況を、うん、僕昨日ヒカルさんと喋ってる時に相談したの、やっぱ僕はやっぱ閲覧が一番好きだな、うん。閲覧取れるような配信者になりたいな、うん、一人でもね沸かせれるような配信者になりたいな、うん。みちゃん育ったね。閲覧多ければいいってことの、その炎上の仕方もあるけど、まあそれは理想を言えば、まあみんなが楽しむような沸かせ方がいいんじゃないですか。例えば養分が韓国にいて、その韓国に行くっていうのがネタで、まあ閲覧はねいつも以上に伸びてるだろうけど、うん、そういう配信もがいいだろうね、うん。どっか観光したりとか、いろんなとこ行ったりとかっていうのが理想じゃないでしょうか。あとはまあ企画考えたりとか、ひどんなさんみたいにね、うん、そういうのもやっていかないとダメなんですよ、正直、うん。でも僕はね、でもこう一人の時は一人でこうリスナーさんとね深く絡めてるし、うん、こういう配信が一人の女性とねまた発展するかもしれないし、うん、で間違いか正しいか分かんないけど、あのね、コラボ任せって言うけど、コラボするだけじゃ湧かないからね。アイコだってそうだけど、うん。女好きだよ、うん。こんばんは。ごめんさん、ありがとね。あ、肩こった。チンコも凝ってるけど、よし、こんばんは。つか明日僕企画やるって3回言ったんだけど、誰も何やるのって突っ込んでこないけど、今日僕がご飯を食べない理由もそこにあります。僕がね今日ご飯を食べない理由もそこにあるんですよ。あ、大食いまだ、明日はね大食いチャレンジやるから、お店予約しといたから。そう、明日は大食い企画やるからね。明日は湧くよ、一人の企画で、うん。まあ最近、まあ昨日ツバネになった時1000ぐらい行ったけど、まあ一人でもまあ1000近く行くでしょ、うん。何食べるかはまあ今んとこ教えないけど、うん、まあ便乗してキムチも食べないけど、うん。1000円って閲覧のこと言ってんで、うれえ。でココイチとか言うんじゃなくて、ちゃんとしたお店で